研究開発の現場では新規事業研究と現業の深掘りのバランスが持続成長の要と言われますが、日本の材料科学の開発現場では既存の材料・技術の研究に追われ、新規事業研究に費やす余力がなく疲弊しているのが現状。その解決策に、材料研究開発現場の生産性・創造性の革新を目指す北陸先端大谷池俊明教授は、材料イノベーション創出システムによる超広域材料探索技術を提案します。科学の現場ではその技術革新の速度がかつてないほど加速しています。このような中で新しい技術に対して前知見を必要とすることなく、広大な材料空間から材料シーズを迅速に創出する、これに必要な人的時間的リソースを抜本的に削減する、それが材料イノベーション創出システムです。材料イノベーション創出システムを構築する要素技術は、実験操作を自動化、効率化、並列化、またプロトコル設計によって実験回数を飛躍的に改善するハイスループット実験技術と、実験計画を提案し自ら成長する AI 技術を組み合わせた革新的な材料探索システムです。で、我々のハイスループット実験技術の独自性は、多種多様な材料に関するプロセスの共通的な立足に着目をして、その立足を解消するようなハイスループット実験システムを独自設計している。機械学習技術に関しては、研究者が十分な予備知識を持ち得ない、こんな状態において、これらの材料がどのような仮説によって機能をしているか、仮説を自動的に生成する機械学習技術。谷池教授研究室では、ハイスループット実験機器を自作するという世界的に見ても珍しい研究室で、メタンの酸化カップリングという高難度な触媒反応の研究では、1日4000点ものデータを生み出すことに成功。研究室で公開されている文献データはおよそ1800点で、たった1日で30年間の歴史を2倍以上上回る速度が得られています。で、このようにして大量のデータをハイスループット実験が生み出し、そこから独自の機械学習技術が仮説を提案し、この仮説によって、例えば100万通り1000万通りの材料の性能を知ることができるようになる。これがわずか1年2年の間にできるようになっていると。前知見を必要とせず、多種多様な材料を含む広大な空間を超効率的に探索する材料イノベーション創出システム、オープンイノベーション構想では、あらゆる材料科学分野の専門家と協賛企業でコンソーシアムを形成。研究開発現場の立足となっている共通課題を見つけ、材料・プロセスにより必要となる要素技術をハイスループット実験・機械学習技術にデザインし、基盤技術を確立していくというものです。例えば高分子の溶融混練成形というのは、多くの会社様が使われているものなのですが、実験の回転数が非常に低く、大量のサンプルを必要とする問題はどの会社も共通です。こういった共通課題を企業様と一緒に見つけて、オープンイノベーションを通じて解決をしていくと。知財の蓄積、ノウハウの蓄積で、その中で共通課題の解決に携わった研究者は、研究のグランドデザインができる人材として世の中に出ていくと。我々は2013年に研究室を発足させて以来、ハイスループット実験や機械学習技術を独自に開発し蓄積し、これらによって成果を創出してきました。日本全体の研究開発が、あるいは各社様の国際競争力が本当に劇的に上がると、このように信じて材料イノベーション創出システムを提案しています。革新的なこのシステムをあらゆる研究開発分野に展開し、日本総イノベーション社会を実現したい。基盤技術の集積と人材育成によって、日本の研究開発競争力の飛躍的向上を皆さんと目指します。